私が3年生のスタートを切った時、不安なことだらけでしばらくクラスには自分からあまり馴染めなくて、泣くことも多かったです。でも今ではそれが大好きな仲間となってて、離れるのがすごく寂しいです。一緒に過ごしてきた日々、たくさんのことがありましたね。何ヶ月間か口を聞かない時もあったり、楽しくみんなで遊んだり、一生懸命行事に取り組んだり、もっとこうしておけばよかったとかも思ったりして、初めの頃の自分を後悔することもあります。時間はもう巻き戻せないけど、もっとこのクラスの人と一緒にいたいと思ってしまいます。この大好きな仲間と一緒に受験という壁を乗り越えられてよかったです。みんながいたから頑張れたと思います。高校はみんなバラバラになって会えなくなるね。でもみんなそれぞれの場所で夢に近づけるように頑張ろうね。みんなのこと応援してます。今まで育ててくれてありがとう。怒らせることや手をかけさせることとかたくさんあったけど、この卒業を機に新たな自分に変われればと思ってます。まだまだ未熟な自分をこれからもよろしくお願いします。受験のストレスで僕がイライラしてる時も、いつもと変わらず接してくれてありがとう。朝方にするために一緒に早起きして支えてくれたのも嬉しかったです。これからもたくさん迷惑をかけてしまうと思いますが、よろしくお願いします。今まで受験勉強を丁寧にサポートしてくれてありがとうございました。周りの人ほとんどから、そこの学校は無理だ、やめておけと言われていた中、先生たちは頑張れと応援してくれました。厳しく叱ってくれたこともありました。今思えば、二人がいなければ、厳しく言ってもらえてなかったら、春から通う学校に合格することはできてなかったと思います。第一希望の学校には合格することはできなかったけど、第二希望の学校には合格することができたので、春からは自分らしくその学校で頑張りたいと思います。二人のおかげで僕は成長することができました。本当に感謝してます。そしてこれからもよろしくお願いします。中学3年生になって受験を控えてるのに、定期テストが数学が一桁取ってて、毎日法学を分かりやすく教えてくれて、半年で定期テストの点が50点以上取れるようになって、滑り止めで受けた私立も第一志望の公立も両方合格できました。本当に先生のおかげです。そして僕を支えてくれた友達やクラスメートのみんな、ありがとう。高校に行ったら同じ中学校の子が一人もいないけど、中学校で過ごした3年間の思い出を絶対に忘れずに過ごしていきます。中学校卒業おめでとうございます。高校では寮に入ってしまうからダンスをやめると聞いたので、会えることが少なくなってしまい寂しいですが、いつまでも応援してます。違うクラスから入ってきた私にも優しく接してくれてとても嬉しかったです。ありがとうございました。先輩の明るい笑顔大好きです。俺の受験を応援してくれてありがとう。本当に心の支えになりました。いつも笑って楽しく接してくれる、そんなあなたが俺は大好きです。高校は別々だけど、これからもよろしくお願いします。お互い頑張ろう。いつもあんまり言えないけど、本当に感謝してます。ありがとう。1年生や2年生の時は勉強せずに迷惑ばかりかけてました。でもそんな自分をいつも温かく見守ってくれてありがとう。3年生になって受験が近づいてくると、僕は勉強がストレスになって些細なことでお母さんに反抗してしまいました。そんな時でもいつも僕を応援してくれて本当にありがとう。おかげで無事合格することができました。そして僕の合格を一番喜んでくれたのはお母さんでした。今までたくさん心配をかけたけど、いつも僕を支えてくれて本当にありがとう。これからもよろしくね。高校の入試の出来も悪くなく、中学最後のテストでは無事成績上位が3つ取れました。今まで反抗したり嘘をついたりたくさん喧嘩をしました。成績が悪いのを家族や友達のせいにしてたくさん当たった時もありました。でもいつも変わらず、朝ごはん、毎日のお弁当、
晩ご飯を作って待っててくれました。私立に行ってることもあって学費のことで迷惑もかけました。私が小さなことでくよくよ悩んでる時も相談に乗ってくれたりしました。本当にありがとう。これからも反抗したり喧嘩したりしちゃうかもしれないけど、本当は大好きで心の中では感謝してます。これからもずっと健康で長生きしてください。今までもこれからもありがとうございます。今まで授業ありがとう。受験対策は本当に先生のおかげだと思ってます。感謝です。ありがとう。受験勉強の時、いろいろと教えてくれてありがとう。ペンペン君のおかげで合格できたと思ってます。絶望的にできない問題も、呆れながらも付き合ってくれてありがとう。これから大変なこともお互いあるだろうけど、頑張ろう。本当にありがとう。それと図書室でする会話も面白かったよ。石川県でも頑張ってね。部活仲間に直接言うのは恥ずかしいのでこの場を借りて言います。途中入部してきたのに仲良くしてくれてありがとう。入ってから数日も経ってないのに部活仲間と雑談などをするのが楽しみになってました。2年間本当にありがとう。今日無事に大学入試の全日程が終了した。僕としては何としても国公立大合格を勝ち取って喜ばせたかった。だが現実は思い通りにいかなかった。そんな現実の前にしても二人は背中を押してくれた。思い返せば部活で思い通りいかない時だって、試験で思い通りいかない時だって、同じように温かくて前を向かせてくれる対応だった。それは自分自身への情けない思いと混じりぐちゃぐちゃで複雑だ。これからは県外で一人暮らしになる。こんな心情ではとてもじゃないがやってはいけないだろう。不安でいっぱいだが、これからは新たに自分で歩いていかなければならない。だからこそそのままの二人でいてほしい。まだまだ未熟な自分だからこそ困った時の一番のサポーターでいてほしい。そして18年間育ててくれてありがとう。そして小中高と卒業させてくれてありがとう。これからは恩返しできるように大学でしっかり勉強します。短い間でしたが本当にお世話になりました。私が先生たちのクラスになったのは高校2年生になった時でした。その頃家のストレス、病気という理由もあり夜眠れず朝も起きれないという状態が続き、夏休みを過ぎるとほとんど学校に行きませんでした。そんな私に先生たちは呆れず声をかけてくれました。でも私は先生たちのことをずっと無視してました。このままでは卒業できない状況にまでなって、ついに転校の話が出ました。ここに行きたい。2年前確かにそう思って私はこの高校に入ったのに、自分でも驚くくらい転校という親の提案をすんなり受け入れてました。先生は最後まで本当にこれでいいの?と聞いてくれました。あの時本当は泣きたかったんです。だけど変なプライドが邪魔して大丈夫ですと言っちゃいました。私は通信制の高校に転校してから一通の手紙を先生に送りました。そこには私の当時の状況と今の気持ちを打ち明けました。そしてまた先生に会いたいと。でも先生たちが転勤になると聞きました。寂しいです。もう先生のクラスではないのに、学校も違うのに、無視ばっかりしてたのに、心にぽっかり穴が開いてるんです。でもそれは先生に感謝を伝えきれてないからだと思います。本当にありがとうございました。そう面と向かって伝えたいです。